マルシオパッソスジアルブケルケ、エメルソン、またはエメルソンシェイキ、エメルソン、またはエメルソンシークこと、マルシオパッソスジアルブケルケ、マルシ、パソスデアルバカーキー。1978年12月6日体は、ブラジルリオデジャネーロ州ノバ、イグアス出身のサッカー選手。カンピオナート・ブラジレイロセリエへの SC コリンチャンス、パウリスタに所属している。 元カタール代表。ポジションはフォワード。口述の通り2018年内で引退予定。過去に2名であったマルシオ・エメルソン・パッソスは偽名。理由は口述。1996年にサンパウロ FC ユース。1998年に本チームへ昇格した。エメルソンの扱いに手を焼いてた同チームはしばらく他に預けて、 本人の底を正せないかと売りに出す。当時 J リーグで指揮を取っていた岡田武氏は、そのプレー、映像に驚き、すぐにでも獲得したい胸を打診、2000年より、コンサドーレ札幌へ期限付き移籍して34試合31得点と大活躍。札幌の J1 昇格に大きく貢献した。2001年。 サンパウロ FC ユース時代からの恩師であるピッタが、コーチに就任した、川崎フロンターレ、当時、J2A 遺跡。同年7月には、ピッタと共に、浦和レッズに遺跡。2002年のセカンドステージ2節では手を骨折したにも、かかわらず泣きながら、試合に出続け、V ゴールをアシストした。ラフプレーや独りよがりなプレーが多いことでも知られて、いたが、 2004年に就任したギドブフフバルトの下では、警告も減少し、30試合で27得点を挙げ、浦和では、福田正宏に続く2人目の J リーグ天王となり、チームのセカンドステージ優勝に貢献した。また、この時期には日本に帰化して、日本代表入りするという意思があり、本人も、日本で何年もプレーするうちに、日本のことが好きになった。 日本に帰化して代表でプレーしたいと思っていると発言するが翌年、多額の報酬に引かれカタールリーグに移籍した。2005年6月初めに非公式にカタールのクラブ、アルサットの強化部長を務めるアマドガと日誌、その後浦和に対してエメルソン獲得の正式オファーが出る。高い移籍金が設定され、浦和から戦力として評価を受けていたが、 アルサット側は遺跡金を支払うことを決めた。交渉に伴って、浦和は6月20日にアルサットとの遺跡交渉を許可した。アルサットからは500万ドル、推定の1年契約でオファーが出された。J リーグ中断中に息子が入院していることを理由に、ブラジルに帰国していたが、サイト日、再合流も家庭を優先する形で引き延ばしていた。 結果的にリーグ再開後もチームに合流できなかったエメルソンは800万ドル推定の遺跡金を裏輪に残して再び日本の地を踏むことのアルサットへの遺跡が決まった。2006年1月20日、本名、青年月日の異なる2つの出生証明書を悪用していたことが判明し、ブラジル連邦警察に逮捕された。正規である最初の方の出生届は本名、 マルシオ・パッソスジ・アルブケケで1978年12月6日生まれ、後に年齢差称に悪用されたもう一つの出生届は本名マルシオ・イメルソン・パッソスで1981年9月6日生まれとなっていた。日本でプレーした際は二度目の出生届のものを用い、三歳、分、年齢を若く申告していたことになる。現地の報道によると、 母親が出生届をしていなかったとして1995年に年齢、氏名を偽証して二度目の出生届を採取したとのことである。本名と偽名について日本では逆で報道されていたが、逮捕後であるレンヌでの UEFA カップでの出場における UEFA.com25 番の選手をマルシ、パソスでアルバカーキー、マルシオ・パソスアルブケルケと記述し、 2008年の ACL 出場選手を記載した a f c のサイトでもアルサードの10番の選手をマルシ、パソスでアルバカーキーと記載している。イボテイのルイスもサッカー選手で2001年に川崎に在籍。兄のクラウジオは2006年の6月から7月に浦和で用具係を務めていた。2006年10月、カタール国籍を取得したことが判明。 カタールでは、早速の A 代表入りを期待する声が多く上がったが、エメルソンには、ユース世代のブラジル代表としての99年、ワールドという、当時の名称の南米予選出場経験があり、また、明らかに代表入りのみを目的とした、短期間での国籍取得であるため、早々のカタール代表入りを国際サッカー連盟が認める、可能性は、ほとどない、という見方が、 世界各国のサッカーマスコミでは主流となっていたが、当時の日本国内ではいかにも可能であるかのような根拠のない記事が多く書かれていた。この当時の FIFA の規定は、フル代表以外のカテゴリーでの公式の大会の代表経験がある場合、その他の国の代表にはなれないというものであったが、その場合も FIFA が許可をすれば、新しい国籍での国の代表に入ることができる例外があった。 ただし、国家の分離独立などで新国籍が与えられた場合の他は、の場合のみに限定されており、ブラジル代表で出場した際に、ブラジル国籍しかないエメルソンの場合、当該規約の下でエメルソンが許可される可能性はなかった。カタールは2006年ワールドカップ予選の際、ブラジル国籍で代表歴のないアイブトン、デデ、レアンドロにカタール国籍を与えて、 自国の代表にしようとしたが、FIFA は代表歴のない国籍変更者及び国籍追加者であっても変更あるいは追加する国に2年間以上の居住歴がないものは変更あるいは追加した国籍の代表にはなれないというルールを新たに設定適用し阻止したことがある。なお、2010年現在では FIFA 規則が2009年に改正され5年間以上の 継続居住が必要となっている。2007年6月、アジアカップにおけるカタール代表には選ばれず、上記新ルールに基づくものであると報道された。その後、2008年3月4日に親善試合、インターナショナル A マッチのバーレーンとの試合に、カタール代表として初出場し、2008年3月26日には2010年、ワールドカップアジア3次予選のイラク戦に10番。 マルシオアルブケルケとして出場した。試合後、イラクサッカー協会はエメルソンには、ブラジルのユース代表歴があって、カタール代表に選ばれる資格がないことについて FIFA フフに正式に上申したが、当初は FIFA フフからパスポート偽造を理由として、その後の試合に対する無期限の出場停止処分のみが発表された。最終的に2008年6月17日に FIFA フフがエメルソンは、 U-20 ブラジル代表歴のため、今後カタール代表でプレーする資格がないことを発表した、と AFP 通信により報道された。FIFA 規律委員会は、同県についての調査を行い、カタールサッカー協会の決定に従って、当該選手はカタール代表としてのプレー資格がなく、カタール代表チームの今後の試合へは出場できないことを報告するとともに、 同選手の資格問題について、カタールサッカー協会には、非はない、と発表した。2008年6月24日、アジアサッカー連盟は公式 HP 上で、FIFA がエメルソンのプレー資格についてのイラクサッカー協会の、申し立てが、同様の講義のために設定された締め切り、該当するみの24時間以内に、書面で事務局に提出に間に合わなかったため、 どう申した手が正式採用されない旨を、イラクサッカー協会に通達したと発表した。2010年、南アフリカ W 杯の規則では、出場資格のない選手を出場させた場合、相手チームに勝ち点3を与えるというルールがあった。しかし当該国はそのための抗議を試合後24時間以内に行わなければならず、同時に調査費用を FIFA に支払わなければならない。 ところが、イラクサッカー協会が費用を送金したのは、期限の11日後だった。したがって、エメルソンのカタール代表資格がないことは認めつつも、イラクの抗議自体は成立せず、試合結果は変わらないと、フィファが決定を下したのだった。諦めきれないイラクは、スポーツ仲裁裁判所へ訴えたが、2008年9月29日、CAS は、フィファの主張を認め、 試合はそのまま成立という結論を出した。2007年8月25日、フランスのリーグアンに所属するスタトレンヌと3年契約を結び初の欧州遺跡を果たした。しかしながら、この挑戦は6試合無得点という結果に終わり、半年でアルサットに復帰した。2007から08シーズンは復帰したアルサットの一員として、カタールスターズリーグでプレーする。 そして前述の国籍問題からカタール代表の出場権を剥奪されると、カタールサッカー協会から経歴偽証の権を厳しく追求され、マスコミやファンからもカタールから追放しろ。と一斉にバッシグを受ける。2008から09シーズン、形式上はアルサトに所属していたが、上記の理由によりクラブや監督エメルソン・レオンとも衝突し、 次第に練習への参加も禁止され、試合に出場しない日々が続いた。2008年11月、エメルソンはクラブから10ヶ月分の給料が未払いなことを理由に契約解除と遺跡における、医薬金、遺跡金の免除を勝ち取った、と日本のマスコミに述べた。この時、アルサットとの本来の契約は2009年5月末までとなっていた。代理人は、フランス、ドイツ、 日本の複数のクラブから獲得オファーが来ていると述べ、本人は J リーグ、特に古巣の浦和復帰を熱望していると語っていた。また、J リーグジャーマン、当時、鬼竹健治も近年、中東で国籍取得、変更した選手もアジア枠の対象になると発言していた。2009年3月、ブラジルのフラメンゴが公式サイトでエメルソンの獲得を発表。 およそ10年ぶりにブラジルに復帰した。同時期にイタリアで問題児ぶりを発揮していたアドリアーノ・レーテ・リベロもフラメンゴに復帰している。同年8月、右翼曲折の末に UAE リーグのアルアイン FC に完全移籍した。2010年6月、フルミネンセ FC に移籍。同年7月にワシントンがサンパウロから移籍し、かつて浦和で、 J リーグ特典王に輝いた二人がアタカンテとして試合に出場してリーグ優勝に貢献。優勝を決めた最終節ではワシントンのアシストから決勝点をマークした。しかしライバルチームのフラメン語の応援歌をノリで歌ったことから解雇される本人団。2011年にはコリンチャンスに移籍しチームの優勝に貢献する。 2009年から2011年に所属したブラジルのクラブフラメンゴフルミネンセコリンチャンスはそれぞれ彼が所属した年にリー優勝している。2012年にはリベルタドーレス杯の決勝で2ゴールし優勝。これにより12月に行われる FIFA フフクラブワールドカップ2012への出場権を獲得する。CWC で7年ぶりに日本でプレーし、 コリンチャンスの優勝に貢献した。2014年、期限付きで、ボタフォゴ FR に移籍した。2014シーズンは6得点を記録したが、チームはセリエ B に降格することになった。それに伴い、コリンチャンス復帰することになった。2015年6月、フラメンゴに復帰した。2017年5月3日、ポンチプレッタに加入した。2018年、 サンドコリンチャンスに加入する。9月19日に、年内での引退を発表した。引退試合が12月に行われる予定である。7 2 0 2 3 5 3零5 2 6 1 7 1 2 7 2 3 0 0 1 2 7 9零5 2 5 2 1 0 0 5 4 5 1 3 4 2 4 6 3 1 8 1 8 5 8 4 5 3 0零零 零三零一四九五四十九一万三千二百七十三百七十七五十二四十五十一七三百三十六二百二十九その他の公式戦。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。